ジャガタラドレコードスーパー頑張りゴールキーパーズ。二十歳から約3年間ドイツのデッセルドフに行って洋楽のライブをたくさん見て、日本に帰ってきてから1987年4月17日にパルコパート3で初めて日本のバンドジャガタラの4時間踊りっぱなしのライブダンスマニア4アウアーズを見ました。それからジャガタラのレコードを聴いて邦楽を聴くようになって人生が変わっていったのです。ジャガタラに出会ってから邦楽に生きることを決心して洋楽のレコードは全部売りました。それくらいジャガタラとの出会いは自分にとって非常に大きかったです。なのこっちゃい、なのこっちゃい西山、今は青春我がライブ人生。こんばんは、なのこっちゃい西山です。今回一番グッときて感動したのは10月20日と21日に大阪堺のルート26付近で開催された全感覚祭2018です。全感覚祭というのは2014年から始まった下山主催の投げ銭のフェスで、東京多摩センターの三角広場で3回、大阪堺のルート26付近で開催されたのは今年で2回目です。今年は 2days で3ステージ全74組、アパートの更新料の支払いがあるから迷いに迷ったけど、全感覚祭の3日前にバスのチケットを買って2日間見に行きました。でも見に行って本当に良かったです。1日目は全感覚くん、ザ・グアイズ、ハブ・ア・ナイス・デイ、ネジ・ウメ・タッシュと思い出ナンセンス、ザ・アクト・ウィー・アクト、巨人ゆえにでかい、途中までペンと書物、山本誠一ちゃんと食い倒れ、金子屋のバンドセット、ポポ、テニスコートちょっと。で、最後に下山フィーチャリングボディオット。二日目はお化け、紐、ゲマユーコ、途中からロープス、アオバイチッコ、アルスキン、DMBQ、踊ってばかりの国、原田育子、エディーマーコン、下山と見ました。1日目はブルーヘブンステージの進行が30分くらい遅れて、テニスコートがちょっとしか見れなかったり、自分の回り方に不満が残って消化不良だったけど、2日目はオッドレッドステージが遅れてくれたおかげでエディーマーコンも全部見れて、だいたい思い通りに回ることができました。おっさんがハードコアをやってる紐の歌と MC、 原田一子さんのステージで青葉一子さんとさやさんがゲストで出てきて、青い闇を松坂様に落ちてゆく流れ星を知っている、で3人が不思議なくらい今自由だよとハモった時、そして最後の下山で、まあ、自然と涙が出てきました。出演者も観客もとにかくエネルギーがすごかったです。去年全感覚祭を大阪に見に行かなかったことを反省しました。スポンサーつけずに下山やグアイズのメンバーやボランティアスタッフで商業的にならずに自分たちで、しかも投げ銭で5年間もイベントをやり続けているところはすごいです。来年も大阪だろうが東京だろうが絶対に見に行きます。この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。皆さんはどんな時に演劇を見ますか？素敵な演劇ライフをもっと豊かに、ナチュラルボタニカルかつクラトニックプラストニックエンザーに彩るお手伝いをする番組ではございません。演劇に関するありとあらゆるものを独自のスパイスをかけて、はい、ご紹介出しやすい濃い味の僭越ながら番組内容を変更して白が演劇情報をお送りします。各週水曜日ポッドキャストと YouTube にて配信中。芝居見るなら別のこと、おっとそれならとりあえずお芝居一回見てみない？ Try to the next stage アルファ。
最初にかけたのが今日ゲストの小編マンがギターボーカルのスーパーガンバリゴールキーパーズジャカタラのレコード、そして途中でかけたのがですね、ルインズですね。曲名難しいんでルインズです。で今かかってるのが、リボンの騎士カツレです。それでは今日のゲストを紹介します。ブラックナードフェス実行委員会のお二人、山口山口と松尾翔平こと翔平マンのお二人です。よろしくお願いします。いや、フェスね、大変なイメージがあるんですけど、うん、そもそも二人で、このブラックナードフェスをやろうと思ったのは、なんかきっかけがあったんですか？ああ、最初にですね、はい、穂高さん、はい、今、ホタルたちとかやってる、はいはい、穂高明子さんの、はい、を経由して、はい、翔平マン、あ、いや違う、翔平マンで、翔平マンとね、最初に出会ったんですね。そうね、それでね、まあ、穂高さん、との関係ね、も絡めつつ、うん、まあ、ある時期、ね、翔平と話してたね、やった時に、まあ、翔平から企画をやるという、ね、話を受けまして、で、それに僕も混ぜてほしい、と言ったのが、ね、きっかけですね。翔平は企画はやってたんですか、はい、それまでに何回か。そうなんです、はい、自分がですね、はい、一人で高円寺のドムスターでフェスをやって、はい、ああやってやった、はい、それはですね、しのぎロックフェスっていうんですけど、はい、それ2回それまでにやっていて、はい、でその2回目に山口さん出演してもらって、はい、でその山口さんのなんかそのライブのその伝説的なものを以前から聞いてて、やっぱその山口さん音楽ってどうなのかなって思って、でその時実際あんま見れなかったんですけど、でもやっぱ山口さんのフィーリングとはやっぱかなり通じるものがあって、うん、そうなんですよね。そうで、うん、その後その多分しのぎロックフェスの延長みたいな気持ちで、その山口さんとなんか一緒にイベントやろうみたいな感じで話し合ったんですよ、うん、でそれが確かなんか上野で、あ、そう、最初は上野ドゥービーズってとこで、あ、それは普通のライブハウスとはまた違うんですか？普通の、それは普通のスタジオで、はい、普通のスタジオ、ああ、でも雑居ビルの一番上にあって、そう、一番上なんですよね。ですね。うん、でそこはもう本当その昭和の雰囲気がもうパッケージングして、もう時が止まってなくて、なんですけど、渋い感じの、そうなんです。それもその友達経由で僕は知ったんですけど、ラッキーオールドさん、うん、アメリカの、ね、US オルタナティブのなんかよくやってる感じ。そうそう、あ、スタジオ YouTube とかでよく見る、 YouTube とかでよく見る、家でライブやってんじゃんみたいな、うんうんうん、家庭的な雰囲気が楽しめる。でブラックガードフェスの2回目からそのヤヒロのね、そうですね、アズマンさん、アズマンさん、あれはどうやって見つけたんですか？あれも僕は友達経由で、その最初の上のルービーだ、その篠原くんって今ラッキーオルロさんってグループやってるんですけど、ラッキーオルロさん、彼が最初見つけてきて、はい、で一緒に元々イベントやったところで、はい、でその後の東の里は、はい、僕はそのスーパーガンバリで、はい、そのイベントに呼んでくれていた病気くんっていうバンドがいて、はい、でその病気くんがその自分で主催してフェスをそこでやってたんですよ、ヤヒロックフェスっていう、はい、でそれでまあ、もともと多目的ホールライブ使ってたんですけど、はい、まあ、その自分がそのイベントやるときは多目的ホール以外も使ってすごいことにしちゃおうかなって思って、はい、まあ、今回みたいな2ステージ3ステージ3ステージ制ですね。あ、今回は3ステージ制です。多目的ホールのステージと、あと反対側のフロアねと音楽スタジオ、ね、があって、はい、そこを、まあ、3箇所、はい、全部ひっくるめてブラックナードフェスですね。なるほど、はい、ブラックナードってのはあれでしたっけ、うん、あれっていうか、はい、ブラックナードっていう、まあ、あれで、あ、まあ、まあ概念みたいなブラックナードっていうのはそのどうなんで生まれたかっていうと、はい、その僕とその山口さんで、はい、上野のマックで話したときに、はい、お互いに好きなワードを1個ずつあげようって言って、はい、そうそうそう、でその2人で一世の巣で出したワードが、はい、山本さんがブラックで、はい、自分がナードだった。すごいなこれなんといってもね、ブラックナード日本一じめっ
したお祭り、そして一人で来て一人で帰ることを推奨するフェス、これ素晴らしいですね。そう、大体自分も一人でライブ見に行ってるので、うん、これはいいなって。あとフェスってなんかグループで来て、うん、酒飲んでライブをろくに見ずに騒いでるやつが嫌いなんですよ、とにかく。あ、だからこれはいいなと思いますね。一人でも来やすいっていうね、うん、そうですね。僕も結構、はい、ライブには一人で、はい、で行く方なので、はい、うん、すごい、すごい、まあ、まあ、まあ、みんなの気持ち的に、はい、うん、一人で来ても、本当ね、楽しんで、はい、で、胸いっぱいで帰って、はい、でほしいなっていう。そう、そう、うん、僕も、はい、やっぱ、一人で行ってたんですけど、高校生の時にサマソニとか、ああ、サマソニ、もう一人で最初から最後まで、そうそう、あ、でもフェスこそ一人で見た方がいいっていうか、はい、その、あ、趣味大体違ったりする人と一緒に回るの嫌ですもんね。うん、それもあるじゃん。だから一番いいのは大人な感じで、そのお互い別々のライブを見て最後にライブのことを話すっていうのが一番いいんですよね。そういう関係がね。うんうんうん、だからライブ中はその別々のものを。そう、別行動ないです。いい感じ。あ、それなんといっても、これ資料見てて気が付いたんですけど、高校生無料ってのはすごいなと。あ、高校生は。これ、板は無料なんですか？中学生も。高校生も中学生も、小学生も無料です。無料の。これが、なんかすごいなと思ってね。普通、中学生以下無料っていうのは結構あるけど、うん、たまに、うん、結構とかたまにあるけど、うん、高校生まで無料ってなかなかないなと思って。うん、なかなかないですよね。これはやっぱりその、うん、そういう若い人に、とにかくフェスを見てもらって、うん、まあ、その後、いろいろライブを見に来てほしいっていう。まあ、はい、若い人というか、はい、ね、はい、ほんと自由空間というか、なんか本当に、はい、ほわーってなる、ね、うん、な感じは目指してますね。うん、これ本当すごい。うん、あ、でも皆さんね、ぜひね、はい、今年ね、12月15日、はい、まあ、あとで話しますけど、12月16日、はい、ヤヒロ、見に来てほしいですよね。もう本当に見に来てほしいです。はい、来てください。はい、来てください。なんのこっちゃい西山、今の青春、我がライブ人生。今年はですね、プラクナのフェス、12月16日、うん、また、ヤヒロ、地域、プラザ、あずまの里で行いますが、このペンペンズも出るんですよね。はい、そう、ペンペンズも出ます。はい、うん、ヘッドライナー的な、ね、はい、な感じで言えば、はい、お尻ペンペンズはね、はい、は結構ラストに出ます、ね。はい。そのつもりですね。うん、まあ、言ってしまうと、ね、はい、ヘッドライナーの順番を、ね、はい、ちょっとネタバラシすると、はい、カツレイが昼間に出ますね。カツレイが昼間、はい、昼下がり、ね、のカツレイ、ね、はい、最高だと思うんで、はい、うん、あとルインズは、はい、まあ、ラストあたりですね、うん、まあ、そんな感じです。なんとなくのね、なんとなくの流れとして、ね、結構、まあ、直前まで結構タイムテーブル決まらないところがあるので、ね、予告として、ね、やって、まあ、割礼が早い時間ですね。ちょっとそれを言いたいと思います。今年はですね、レッツゴーワールドナーディージャーニーと。そうなんです。これはまあ全く意味がわかんないですけど、別に特に意味はないです。ああ、まあ、毎回副題は、はい、わけわかんないんですけど。まあ、わけわかんない感じでね、うん、こう、一人で来てもらえばね。そうなんです。わけわかんない感じ。副題に突っ込まれなかったんで、今までその、はい、いいやって思ってたんですけど。まあ、もちろん、ナーディーはナード、ね。そうですね。ナード。だからまあ、こう、ヤマグのね、序文に書いた通り、まあ、なんだっけ、最後に旅が、一人旅。そう、旅なんです。一応、ここに載せたんだけど、まあ、全部読んでるとね、時間がないです。毎回、はい、毎回、まあ、テーマがあるんですけれども、はいはい、まあね、まあ、今年の序文ですね。はい、どこだったけど、今年の序文は、あ、これです、ね。ああ、これですね。うん。まあ、これ、要約すると、どういうことですかね。うん、そう、これは、はい、結構、夜な感じはありますね。はい、うん、夜で。すごいこれはある CD を夜中に聴きながらずっと PC のキーボードを走らせて、そうですね、このちょっと、ね、ちょっと終わりのところに
人は一人でも旅ができますって、まあ、っていうフレーズが、ね、ナディジャーニーってね、うん、なんとなくね、すごい、はい、ね、すごい僕も笑っちゃうフレーズが出てきたんで、これだからフレーズ考えたんですよ、はい、僕の、はい、ああ、やっぱあの山口さんって深夜、はい、スカイプっていうか、はい、ミーティングずっとしてるんですけど、はい、そこでふと思い浮かんで、あ、ナーディージャーニーいいなって、うん、これはヤマグが家で一人で考えてることを考えるとなんかおかしい状況ですよね。まあ真面目なんだけどね。序盤はもうヤマグさんお任せの、あとヤマグワールド。今年の他になんかおすすめのね、おすすめっていうか今年はのメンツは、うん、まあ今年もやっぱアイドルありね、さっき見たルインズ活動ありと。おすすめのメンツはもう、はいはいはい、もうはっきり言って、それ全部だって全アクターがおすすめなんですけども、2人で取材してるわけで、それ全部、うん、そうなんです、まあ、はい、特に僕の方から、はいはい、だからおすすめがあるとしたら、はいはい、東雲というバンドがいまして、はい、それ東雲というバンドをまあ今年の、ね、の最初くらいに、はい、まあ3月くらいにですかね、MV が公開されまして、ローライトという曲なんですけど、はい、流れてきましたね。これ、あ、そうそう、うん、YouTube で何曲か見たけど、まあこれは結構渋い感じだけど、すごいかっこいいなと思って。すごい、すごいギターの、ね、はい、フレーズが、ね、はい、がすごい心細そうな、ね、はい、な感じがすごい出てて。はい、もうね、もうものすごいブラックナードに、はい、ね、はい、にフィットしてくれるんじゃないかと思ってお呼びしました。はい、そうですね、確かに、うん。ブラックナードど真ん中なのかもしれなくて。でも音楽はジャパニーズシューゲイザーですね。うん、感じですね。そうだ、ライブがすごい楽しみでね、うん、12月16日のね、うん、初めて見るので、すごいね、はい、例えて言えば、はい、ね、まあ、すごい、ね、心細いスーパーカーというか、そんな感じですね。まあ、ログとか、モグアイとか、もそうですね。シロップ16ガンとか、感じるんですけど、でも、カツレイとも通じますね、なんか。カツレイとも通じますね。あ、なるほどね、確かに、うん。すごいゆったりとした、ね、空気が流れてる。浮遊感がある、うん、サイケデリックシューゲイザーみたいな。そうですね。うんうん、でやっぱ、二人ともね、うん、二つのバンドで出演する。うん、まあ、それは、まあ、主催者の特権みたいな、ね。そうですね。特に山口が、二つ名前があるとなんかね。あ、結構目立ちますよね。結構、一個でいいじゃなかった。でも、二つある。そういえば、まあね、ホタルたちとね、スーパーガンボリー、ゴールキーパーズ、ね。なんとなく、まあ、わかんないけどね、うん。知ってる人はもちろんわかるんだけど。ホタルたちと、山口さんは、自分の名前、が、やっぱ別格になってるバンドで2個出ちゃうんですよ。出したがり屋なところが。司会もやっちゃったりとか。図らずも、すごい目立ってる感じがありますね。この、まあ、地獄少年はね、うんうん、この前ホタルたちに出てくれた、ね、うんうん、吉川君、うんうん、ドラマ。だけど、もう一個の、この、なんだっけな、アナザーヘルミーティングってのは、これは、これはアナザーヘルミーティングはね、はすごいポップスをやるバンドです。あ、これは全然地獄な感じでポップスをやるバンド、結構爽やかな感じ。爽やかな感じでもないかな。ちょっとひねくれたポップスみたいな、暴力的と言っておきましょうか。山口さんはその、うん、即興を毎年やるんですよ。で去年も山、うん、即興で一組やって、で、そこから多分、去年も、あ、そうだな、そうです、まあ、即興って言っても、いろいろあると思うんですけど、まあ、ね、まあ、30分なら30分、10分なら10分、バーっとやる即興もあれば、ね、やっぱ、ね、3分、4分、ね、で終わる即興もあると思うんです。うんうん、そうね、それを6、7曲繰り出していくという、うん。なるほど。アナザーヘルミーティングの、うんうん、まあとにかくね、今年は、うん、12月16日、はい、ね、アズマの里、アズマの里ブラックナードフェスボリューム4、11時から8時ぐらいまで長いですけどね、ただチケット代がなんと3000円、ね、はい、しかも高校生が無料と、はい、すごいですね、ぜひ来てほしいですよね、もうすごいお得だと思います、うん、ね、フェスって言うともっと高いですからね、うん、そうですね、うん、何のこっちゃいにしやば今の青春、我がライブ人生。こんにちは、グーグー漫画フロンティアの宮本浩です。皆さん、
気になってる漫画や探してる漫画はありませんか？最新や今話題の漫画、懐かしの名作からコアなものまで、いろいろな作品を紹介しています。漫画が好きな人だからそうでない人まで、ぜひ一度いらしてください。各週木曜日、株式会社アルファからポッドキャスト、 YouTube にて配信中です。 Google 漫画フロンティアの CM はこれにて終演。次は本編で会いましょう。あなたの気に入った漫画見つかるかもしれませんよ。 Try to the next stage アルファ。今かかってるのは今年のね、ブラックナードフェスに出演するコバルトの冬の日のバラットですが、なんのこっちゃフェスもね、一度はやりたいと思ってるんですけど実際こうフェスをね、3年、まあ、今年4年目やってきて、どうですか？結構大変なイメージが、ね、あるんですけど。いやー、はい、まあ毎年、ねはい、大変なんですけど、はい、すごい充実感があります。あ、終わったらやっぱりすごい充実感が、いやもう虚脱状態、はい、ですね。まあね、まあそういう、ね、まあね、まあ疲れもありつつね、うん、まあ心地よい疲れみたいな、ね、うん、で、でも本当皆さん楽しそうでね、ですごい本当ありがたいです。そうですね、その企画するのがまず楽しいんですけど、うん、実際やってみるとすごい大変ですごい疲れるんですけど、でもなんかやるごとにそのレスポンスみたいなのもあって、それでまたふわってなってっていう循環が、なんかその繰り返しだなと思って。まあ二人で、まあ手分けてもね、声かけたりする感じですよね。うん、そうですね。二人でやってるから、はい、そのなんか、あ、そうやっぱ一人だと失敗した時とかも、夜な夜な、はい、あれ、あ、ダメだったわ、いや俺もダメだったわみたいなので、なんかその、舐め合ってます。傷を。あ、そっか、一人だと自分で抱え込んじゃうけど、二、はい、人いるから、うん、すごい反省とかも生まれて、まあでも去年ね見た感じでやっぱり翔平君がすごいしっかりしてる感じなんで、多いですよね。ボロボロです、まあ、まあ僕なんか本当本当ボロボロで、まあブラックの、来年もね再来年も続いてると思うんですけど、僕、うん、は、まあ、どんなフェスにしていきたいというか、ね、うん、なんかありますかね。いやもう、はい、もう本当、はい、なんか一人が、はい、なんか孤独でも生きられるようにね、なって、本当孤独でいいっていうのが、はい、なんか本当いいことを、ね、なんだっていうことを伝えていきたいですね。そうそう、前にSNSの吉田さんが一、うん、人で何もできないやつは何人集まっても何もできないんだって、でそうですよね、うん、やっぱりグループでなきゃできない人ってね、やっぱりダメですよね、うん、まあね、まあちょっとグループ否定したいとあ、まあ否定するわけじゃないんですけど、その、うん、否定するわけではないけど、人間はねもともと一人なんですね、もともと一人、うん、一人で死んでいくわけですからね、うん、あ、だからそういう人に今来てほしいっていう感じですね。そうですね、確かにその、うん、なんか一歩を踏み出してほしいみたいな、はい、ああ、なんか自分もその、はい、一歩踏み出せないっていう期間の方が長くて、うん、さっきのジャガタンレコードって曲も、はい、結局その江戸明美さんとかみたいな、うん、すごいロックな人格とやっぱ自分は違うなって思って、うん、あ、だけど明美さんも本当はすごい繊細な人で、うん、で明美さんも確かに一人一宗教っていうかってよく言ってて、うん、でライブ中にジャガタロ 100% 信じるなとか言って、それがすごいずっと頭に残ってて、ね、すごいフレーズですよ、ね、だからあんまりその一人の人を信じすぎちゃうとね、うん、やっぱりダメなの。確かに、そこは自分なりの一歩を見つけて、はいはい、そのヒントみたいになるのがいい。だって何のこっちゃにしま企画始めても44、45歳だし、ラジオ始めても51歳なんで、別に何歳になってもできるじゃあ本当今日はありがとうございました。ブラックナイトフェス12月16日、はい、東の里、はい、東京都内です。
それは言っときます。あの京成線です、はい、ちょっと地方っぽいけど東京都内です、まあ、調べて八に広いで八広なんだよね、はい、来たらもう天国だと。お願いします。12月16日日曜日です。11時から8時まで、はい、よろしくお願いします。ヘブンお願いします。今日はありがとうございました、山口山口と松尾翔平、翔平マンでした。ありがとうございました。役者小林彩乃が好きな映画を好き勝手に語りまくる番組、ジャスト5分だいい映画見れたか。小林の小鳩のような小さな胸を震わせた笑った映画、泣ける映画、ゾクゾクした映画、燃えた映画、萌え萌えした映画、とにかく素敵映画を布教しちゃいます。みんなで一緒に映画を楽しもうじゃないですか。各週金曜日ポッドキャストにて配信中。いやー、映画って本当にいいものですね。 Try to the next stage アルファ。この番組では皆様からのお便りを募集しております。アルファの公式サイト内にある番組メールフォームからお便りをお待ちしております。この番組はアルファ公式サイトから各週水曜日ポッドキャストにて配信中です。番組公式サイトとブログには過去放送やニコニコ生放送のタイムシフトがあるので、ぜひ合わせて確認してください。お相手はなんのこっちゃい西山でした。なんのこっちゃい。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。